ポツンと一軒家見ました。この番組は山の中にポツンと一軒だけある家に行って住人がどんな暮らしをしているのかを見に行くっていう内容。昔テレビでネッシーとかビッグフットとかを探したみたいに、今は一軒家を探してるんですね。中身はというと、その家を探すために村の人に聞き込みをしたり、道にタイヤの跡がある、この道で間違ってない、行ってみようっつって山の中を分け入ってく感じとかが RPG っぽくもあり、ちょっとバカっぽくもありで最高なんです。ほんでやっとの思いでついた一軒家なんですけど、だいたいそこでは奥さんが藁の家具を作ってる横で、旦那が大爆音でクラシック音楽聴いてるっていうアナーキーぶりで、でもね、ここで本当にヤバいのは人じゃなくて犬なんです。山で放し飼いにしてるからほぼ野犬なんすよ。飼い主に全然懐いてないし、外見も漫画の銀河そのもの、筋肉もりもり、目もめっちゃギラついてて、なんか証券みたいな目してるんす。というわけで一軒家を探して山に入ったら、ネッシーもビッグフットもいなくて、ただのシンプル野犬がいましたという話でした。